完全日だからこれはいらないかな。腹の調子も悪く、ずっと下痢が続いている。何かがおかしい。ブラックワールド。俺は亮太。イケメンの俺は大学ではちょっとした有名人。昔の人が言った、スエゼン食わぬは男の恥をモットーに、俺は自分に気がありそうな女の子はみんないただくことにしている。これはイケメンだけに与えられる特権だ。ねえ、今夜どう？いいわよ。おい、また亮太が女子を誘ってるぞ。あいつ調子に乗ってるよな。大学デビューのくせに整形してるって噂だぞ。俺のことを悪く言うやつもいるが、そんなの気にしない。モテない陰キャのひがみに付き合うほど俺は暇じゃない。今日は安全日だからこれはいらないかな。マジ？夏希最高。たくさんいる女友達の中でも一番のお気に入りは同じサークルの夏希。あっちの方は激しいのに、付き合ってとか言わずサバサバしているので一緒にいて気が楽だ。俺以外にも複数の男と関係があるようだが、そんなのお互い様だ。そんなある日、俺に運命の出会いがやってくる。一目惚れなんです。俺と付き合ってください。からかわないでください。あなたがいつも違う女子学生を連れ歩いてるのは有名ですよ。それは誤解だよ。俺は男女関係なく友達が多いだけなんだ。女友達と一緒に食事に行くけど、それだけだよ。俺をよく思わない連中が変な噂を流してて、俺も困ってるんだ。付き合ってくれたら、レイナちゃんを悲しませることは絶対にしない。それ本当？約束だよ。ごめん、講義が長引いちゃって。レイナちゃん待った？私も今来たばっかりだよ。講義が長引いたなんて嘘。夏希のホテルに行こうという誘いを断るのに時間がかかったのか。こんなことならサークルに顔を出すんじゃなかった。俺はレイナのために関係のある女たち全員と距離を置き始めていた。はい、これ借りてた本。あ、レイナと手が触れた瞬間、俺の鼓動は速くなり、顔がカーッと赤くなるのが分かった。レイナを見るとやはり真っ赤な顔でうつむいている。手が触れただけでこんなに興奮するんだから、いざ本番となったら、いや、焦って大切なレイナを傷つけてはいけない。我慢我慢。そんなある日、今年の亮太の誕生日は一緒にお泊まりしよう。え、それ本当？無理しなくていいんだよ。俺は喜びのあまり涙ぐんでしまった。レイナから誘われるなんて全く想像していなかったから。恥ずかしそうにしているレイナが愛おしくてたまらない。その日の夜、俺はサークルの飲み会に参加した。亮太久しぶり。あのぶりっ子とまだ恋愛ごっこしてるの？たまってるんでしょ。ホテル行こうよ。うるせえ。俺はお前みたいなアバズレとはもう縁を切る。話しかけるな。ち、大学デビューの元陰キャが調子に乗んな。さ、39度アーチブ、インフルエンザか。それから数日後、俺は今まで経験したことのない高熱に襲われた。病院に行こうかと思ったが、数日で熱は下がり症状は落ち着いた。うわ、本がびしょびしょじゃないか。しかしそれからしばらくして大量の寝汗をかくようになった。腹の調子も悪く、ずっと下痢が続いている。何かがおかしい。ごめん、お腹の調子が悪くて。ちょっとトイレ。また？亮太最近ずっとお腹下してるよね。肌に赤いブツブツもできてるし、病院に行った方がいいよ。俺は気が進まなかったが、レイナに促されてしぶしぶ医者に行くと、衝撃の事実を告げられた。 HIV ウイルスに感染してますね。ってことは俺はエイズなんすか？まだ発症はされていないようなので、これから薬物療法に入ります。エイズの原因ウイルスである人免疫不全ウイルスに感染すると、2から4週間後に発熱、頭痛などインフルエンザのような症状が現れることがある。発熱、頭痛などの症状が落ち着くと、その後数年は無症候期となり、数年から10年後に発症する。
エイズを発症すると通常の免疫力があれば体に害を及ぼさないようなカビなどに感染して重症な肺炎などの感染症を引き起こす。あいつだ、夏樹から感染したんだ。しっきしょ、俺は夏樹としか生でしていない。誰とでも寝るあの尻がる女から感染したとしか思えない。ねえ、病院どうだった？疲れとストレスが原因だって。最近レポートのせいで寝不足が続いたから、レイナに HIV に感染していたとは言えなかった。俺は自分勝手と思われようが、レイナと別れる気は全くない。だってレイナは俺の運命の人、何があっても絶対に手放さない。投薬が始まると下痢も発疹も収まった。普通に生活していると自分が HIV に感染しているなんて忘れてしまいそうだ。今月の25日は俺の誕生日。この調子ならレイナとの泊まりも大丈夫だな。レイナ、愛してる。私もよ、リョータ。俺の誕生日当日、俺たちは結ばれた。これまでたくさんの女と寝てきたが、本当に愛してる女性との行為は格別だ。大好きなレイナが感染しないように俺はしっかりとゴムをはめ細心の注意を払った。それから俺たちは何度も愛し合い、最高に幸せな時を過ごしていたのだが、ある時からレイナがデート中頻繁にトイレに行くようになった。またトイレ？もしかして下痢が続いたりしてない？ここ最近ずっとなんだよね。病院に行った方がいいかな。まさか。どういうこと？病院で HIV に感染してるって言われたのよ。私、あなたとしか、あなたが初めてだから、あなたからもらったとしか考えられないわ。ごめん。知ってる、夏樹ちゃん今病院に入院してるのよ。エイズだって噂よ。この前お見舞いに行ったら別人みたいに痩せ細ってて、あなたとの関係を聞いたら楽しそうに全部話してくれたわよ。あなたたちセフレだったんでしょう。違うんだレイナ、話を聞いてくれ。さようなら、もう私の前に現れないで。あ、それと夏樹ちゃんからの伝言、リョータのこと病院で待ってますだって。早く言ってあげたら、このクズ。レイナ、俺レイナのこと本当に愛してるんだ、行かないで。レイナが去ってから俺は大学へも行かず、抜け殻のような毎日を過ごしていた。そんなある日、口の中に違和感を感じ洗面所へ。なんだこれは、舌が白い。 HIV に感染すると盲腸白板症を発症する。最近倦怠感が激しくて体重も減ってきている。俺はこれからどうなるのだろう。本当なら将来レイナと結婚して平凡だけど幸せな家庭を築いていただろうに、もう女性はこりごりだ。俺の未来は暗い。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。